なピースが加わったって感じしますよね。負けられないっていうそういう思いはやっぱ強かったと思うんでね。はい、中西幸の虎の穴チャンネルということでね、広島3連戦終わりましたけども、ちょっと負け越してね、残念ではありましたけども、まだ最後勝って3ゲーム差っていうところで、まあなんとかっていうところなんでね、首位との試合について中西さんにお話をお伺いしていきたいなと思います。1勝2敗という形で最低限というかっていう状態に終わったかなと思うんですけど、この3連戦どうでしたか？やっぱりちょっとね、ミスがあったりエラーで得点されたりっていうところだったんで、カープの方が非常に若手、坂倉、野間口っていうあたりがね、大林も含めて非常に打線が好調だったっていうところもありましたよね。ピッチャー初登板のね、森に初戦をやられたっていうところもあったし、2戦目はエースの森下に完投されたっていうところがあったんでね、非常に嫌な感じの2試合っていうところだったんですけどもね。ただまあ3試合目は高橋遥人投手が投げてっていうところで勝ちを取り切れたっていうところは大きかったですよね。遥人がね、しっかりとゲームを作って5回をゼロに抑えた。その後はね、石井、桐敷、ゲラ、岩崎と勝ちパターンのピッチャーね、しっかりとキーニングズつないでいったっていうところで、ここで高橋遥人9連戦っていうところもあったと思うんですけども、起用してきたっていうところに、やっぱ岡田監督の勝負感っていうのかな、そういうところがやっぱ垣間見えたっていう感じはしますけどもね。高橋遥人投手のピッチングっていうのはどうでしたか？低いゾーンにボールを集められた、まっすぐ、スライダー、ツーシームっていうところで、上に上がるそういうボールなかったんで、長打なかったっていうところもあったし、球速的にはね、まあ、4回5回ぐらいは143試っていうところだったんで、本来ならもうちょっと140後半78っていうところをね、コンスタントにずっと投げれるそういうピッチャーだったと思うんですけど、しっかりとボールをゾーンを下げて低めに集められたっていうのがゲームをしっかり作れたと思うし、まだまだ球速は上がってくると思うし、本来の調子ではないとはいえ3年ぶりっていうところかな、非常にこう緊張感もあったと思うんですけど、投げれたっていうのは7割8割ぐらいの感じなんでしょうけども、もっともっと本当スピードはこれからも出てくると思うんでね、3年ぶりに久々に投げた中で5回っていうのはかなり疲れたというか、気持ち的にね、いろんな意味でこうプレッシャーもあったと思うし、そういう意味でこうしっかり投げたってゼロに結果抑えたっていうのは立派だと思いますけどもね。ここに来て残り38試合かっていうところで、この高橋が加わったっていうところで非常に大きなピースが加わったって感じしますよね。一番調子がいいタイミングではないにしても、球自体はかなりキレがあったように見えるんですけど、その辺はどう見てますか？球持ちはいいピッチャーなんでね、非常にボールを前でさばけれるそういうピッチャーだけに、球のキレっていうのはね、やっぱりスピードガン以上にやっぱバッターは感じたと思うし、そういう意味で差し込まれてたっていうボールがやっぱり多かったと思うし、高橋らしいピッチング内容だったと思いますけどもね。このタイミングで左の先発が1枚加わったっていうのは本当に大きいですよね。これからあと一勝試合っていうところでしょうけど、いいピースが加わったなっていう感じしますよね。一旦抹消してっていうところで、次のまた広島戦に当てようかみたいな話にはなってるかなと思うんですけど、手術明けの投手の運用に関してはやっぱりこれが一般的になるんですかね。それもあるし、今回9連戦っていうところでね、ピッチャー的に数的にっていうところもあったと思うし、この9連戦終われば試合っていうところにつながっていくんで、そんなにピッチャーね、いらないと思うし、後半23、24、25のマツダスタジアムでね、もう一度今月末広島戦あるんで、そこに当てるっていうところじゃないでしょうかね。もう本当に怪我の再発だけが一番怖いところかなと思うんで、まあ、そこだけ気をつけてほしいところですよね。そうですね、だからそこら辺のケアだけはしっかりとね、周りもそうですし、本人もね、一番やっぱりその辺は敏感に感じてると思うんで、やっぱその辺はしっかりとケアしてほしいと思いますけどもね。気になったところは8月9日の試合ですね、村上投手が5回4失点というところになりましたけど、ここは村上投手は投球いかがでした？ボールストライクはっきりしてたし、5回4失点って言ってもね、もう4回までにすでに4失点してるわけなんで、2回のね、やっぱりサトテルの悪送球から先制点取られたっていうところで、嫌な感じで先制点取られたっていうところもあると思うんですけどもね、その後踏ん張りきれなかったっていう本来の村上の状態ではなかったと思うな。4回まで4点取られて完全にカープに主導権を持っていかれたまんまでしたからね。次の試合は大竹投手が先発でというところで、大竹投手のところも4失点という形で先発投手が崩れてしまうっていうケースあったと思うんですけど、大竹投手はいかがでした？大竹はね、そうはまあ悪くない感じで乗れるくれっていう感じで投げてたんですけど、ちょっとバッターはね、80キロ台のスローカーブをねボンドされたりスライダーってなると、カープの方もバッター的には屈辱的な感じの悔しさみたいなのがあると思うんでね、その辺でこうちょっとこう牙を剥かしたかなっていう感じはありましたよ
ね。6回3分の2っていう球数も結構投げすぎたかなっていう感じはしましたね。そのスローボールのところに話がありましたけど、この2試合通してどっちも坂本選手がキャッチャーとしてっていうところを被っているところで、この試合を機にですね2軍降格が決まったわけなんですけど、中井さんこの辺についてはどう見てますか？前半のクリーンアップをね、当然フォアも落ちてたりとかっていうところもあったんで、そうは驚きはないんでしょうけども、残りゲームは少ないだけにね、この時期に来て梅野坂本っていう2枚看板でキャッチャー使ってたところで、復帰するのは30試合切るぐらいでもあたりになってくるんでね、抹消期間10日を空けると、この期間中にっていうのはこう思い切ったことをしたなと、もう梅野一本でっていう感じになっていかなきゃしょうがなくなるんでね、もうちょっと前だったらねまだわからないでもないんですけども、リード面っていうところはねかなり小型監督が不満をあらわにしてたっていうところあったと思うんで、追い込んでからまっすぐを痛打されたり甘い球をやられたりとか、まあ、その辺のずっと溜まってたもんっていうかな、そういうところがこうあったのかなっていう感じはしますけどもね。残りがね38っていうと時期的にどうなんだろうっていう感じはしますよね。どういう意図があったんだと思う？いやいや、もう意図は何もないと思うんですよ。リード的にしっかりとしたところがないっていうか、どういう意図でこのボールを選択してんのか、配球面リード面に関しても納得ができないんでっていうだけのことだと思いますよ。意図はそうはないと思います。残り30試合9ぐらいに復帰してどうなんだろうっていう感じはしますけど、かなりの思い切ったファーム降格だとは思いますよ。梅野にね何もなきゃいいですけどもね、梅野に万が一何かあった時、昨年のように故障になると相手のチームからすると梅野マークで良くなるんで、梅野に結構厳しいボール来られたりとかしやすと不安材料は残るよね。梅野一本っていうところになるんで、梅野がじゃあ万が一離脱した場合どうなるのかってなってくると思い切ったフォーム降格だとは思いますよ。坂本選手の代わりに別のキャッチャーを一軍に上げるってところはなさそうですか？なさそうだね。現状今長坂だけなんでね、場合によっては原口っていう感じのことを考えてるのかなっていう感じですよね。梅野でずっと行くんじゃないですか、坂本の10日間あくまでは。広島戦坂本選手のリードにも問題があったっていうような感じ、リード面に不満があるからっていうところじゃないですか。結構やられたりとか、そのいいピッチャーとやられたりするとね、岡田監督がかなりリード面のことはもう昔からよく言ってましたからね。もうなんであんなとこであんなボール投げ出すねんとか、もうよくそんなこと言ってましたから、かなりリード面に関してはうるさい監督ですよね。ピッチャーも最終的にはキャッチャーのサインに従ってボールを投げてると思うんですけど、リードが問題だっていう話とかっていうのは中井さん的にはどう思われますか？キャッチャーのリードもあるけども、そこにしっかり投げ切れてるかどうかってなると今度ピッチャーの責任になるんでね、しっかりと意図を持って岡本が要求した球にピッチャーがしっかり投げ切れたか投げ切れてないかってなると、今度はピッチャーの問題になってくると思うんで、相手のバッターを抑えていくっていうのはバッテリーでの共同作業なんで、ワリナはポジションだと思いますよ。やられるとリードが悪いとかキャッチャーが悪いっていう感じのとこになるし、よかったらピッチャーがいいになるんで、だからそういう意味では本当に割りの合わないポジションだとは思うけども、そこがキャッチャーというポジションなんでね、9連戦の真っ只中での抹消なんで、本当に思い切ったことをしたなっていう感じはしますよね。本当に梅野に何もなければっていう願うだけですね。1試合目なんですけど、伊藤投手が、まあ、中継ぎとしてっていうところで 2イニング投げたんですけど、配置転換といいますか、伊藤投手の登板に関してはどういう意図というかっていうところだと思いますか？飛び飛びのゲームとかになってきていると第2先発という頭のところもあるでしょうし、次の先発へ向けての調整で一度中で投げらしたっていうところもあると思うんでね、次の先発候補として一軍での実戦登板みたいな形で投げさせたっていう感じなんですかね。そうですね、それもあると思うんですよ。高橋遥人が抹消して中10日になると、次の日曜日誰が投げるのってなるとビドリーなのか、そこに伊藤は当てはめるためにちょっと少し登板調整させたっていうところじゃないですか。次の先発を睨んでの登板だと思いますけどね、まあ、終盤になると雨天の流れた分が飛び飛びでゲーム入ってくるんで、そういうところで不規則な日程になってくるんで、そういうところでの第2先発という意味合いの中継ぎっていうところもあると思いますね。先のところに備えてのっていうところで中継ぎでの適性じゃないですけど、っていうのも見てるっていうところだったんですね、うん、ですね、はい、そう思います。実際の登板の内容としてはどうでした？先発投げるリズムとかその辺が違ってくるんでね、ボール自体は抹消された時よりはいいのかなって感じしますけど、まだまだゾーンがちょっとねベルト近辺のボールが多いんで、そこのゾーンがしっかり下がってきて、伊藤本来の右バッターの膝元にしっかりとこうクロスファイヤーのまっすぐスライダーっていうのを投げ切ったボールが多くなってくれば本来の状態だと思いますけどもね、そこが入ってこないとやっぱりあのチェンジアップが効いてこないんでね、伊藤の場合はね。
コースとかコントロールの部分もそうですけど、今年に関してはボールの勢い自体が昨年とか良かった時に比べて落ちているように見えるんですけど、そうそう、どうですか？うん、もうそれもキャンプからずっとね言ってきてたところなんで、キャンプからちょっとボールが弱いよっていうか強さが感じないなっていう感じで、この1年間ずっとそう本人一番思ってたんじゃないですか。過去3年間ローテーションずっと守ってきたんで、当然疲れも出てくるでしょうから、そういうところでやっぱりボールの強さ勢いっていうのは本人が一番感じてたと思いますよ。その辺のもどかしさがキャンプから続いてきてシーズンにずっと入ってきたっていう感じじゃないでしょうかね。3試合目に関しては大山選手と前川選手にホームランが出たっていうところで、前川選手とかに関してはいかがでした？満塁のピンチをしのいでその裏でしたから、やっぱり大きな追加点3点目っていうのになったと思いますよ。満塁になって苦しいところだったんで、高橋もね、そこでの3点目っていうのは非常に大きな、そういうホームランだったと思いますね。最後はね、大山はね、大山らしいっていうか、しっかりと振り抜けた、そういうレフトポール際のホームランでしたけどもね。最後の9回のホームランよりも、どちらかというと、初回のやっぱり2点目を叩き出した、フェンチョクのツーベースの方が、あの2点目は大きかったと思いますね。初回に2点取れたっていうのが大きかったと思うし。2試合目はね、本当森下にね、もう3回以降1安打なんで、そういう意味ではこう、この次の3戦目っていうところで、やっぱそういうこう、打者陣もやっぱこう、負けられないっていう、そういう思いはやっぱ強かったと思うんでね。まあ、再三その前でも、初回、近本がそこ、レフト戦打ったけど、その前の試合なんかはもう本当に小園とね、矢野のこう、プレーにやられたというか、ファインプレーにこう、阻まれたっていうところもあったと思うんで、そういう意味は今日こそはっていう、そういう思いでこう、近本がいきなりレフト戦でね、ツーベースに出たっていう、そういう思いがやっぱあったと思いますよ。打順のところなんですけど、3番から、ある程度こう、打順を固定できている状態かなと思うんですけど、2番の中野選手についてっていうところ、今、近本選手が出たら送るという役割はあるとは思うんですけど、打撃の調子っていうところで見ると、あまり良くないのかなっていうふうに思うんですけど、中井さんはこの辺は見ててどう思われますか？今、つなぎでしてるっていうところになってると思うんですよね。中野がヒットで出てっていう回数が少ないですよね。状態が良くない分、つなぎっていうところで徹してると思うし、最後のゲームでもね、完全に外のボールをこねくってセカンドゴロ打っても、進塁打を狙いに行ったっていう、そういうバッティングでしたからね。後ろの森下が状態いいだけに、ヒットでチャンスを広げながら森下にっていうところがあると思うんですけど、自分の状態が良くないだけに、なんとか森下につなげて、ランナーを進めてつなげていきたいっていう、そういうバッティングの内容になってると思いますね。役割に徹しているというところもあるっていうところですかね。そうですね、はい。まあ、ただ、状態は確かに良くないと思います、バッティングの状態は。2番っていうと、1番バッターの次に回ってくる打順ではあるじゃないですか。そこで考えると、中野選手がこのまま2番に置いておくべきなのか、みたいなところで言うと、中井さんはどう思われますか？中野2番外して、じゃあどこに置くかってなると、木浪と入れ替えるぐらいしかないでしょ。7番でね、木浪を2番に持ってくるぐらいしか動かしようはないと思うんだけどね。7番、8番っていうところがね、現状変わってるわけなんでね。本来なら8番に木浪なんだけど、現状こうちょっと後半はね、7番、8番をキャッチャーの方に置いていってるんで、動かすんだったら木浪との入れ替えでしょうね。木浪と入れ替えて、じゃあ状態の悪い中野が7番に入ると、7、8、9で完全に3アウト取られるっていう確率高くなってくるよね。状態の悪いの後ろに続いたらもう3イニング3人で終わっちゃうっていうところが出てくるんで、確率的に。森下がいいだけに繋げられるっていうところで、その方がいいんじゃないですか。そのうちの状態が上がってくれば、ヒットでチャンスを広げて、やっぱビッグイニングっていうのはできてくると思うんで、この辺はもう辛抱するしかないと思いますよ。ということでね、カープ戦は一勝2敗っていうところになりましたけど、まあ月末またね、23日からマツダスタジアムであるんで、この辺までにはこの3ゲームをね、縮めていきながら最後、マツダで勝負をかけたいと思いますね。で、あと9月に3試合あるだけなんでね、カープとは。なんとかこのマツダには勝負かけてほしいなと思いますけどもね、カープ戦見て皆さんね、どういうふうに感じましたか、コメント欄の方にお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。